はい、ユッキーです。はい、今回は、はい、こちら、ガラブのベンソール。16本入りで470円です。値段高いですね。うん。タールが 33mm の、ニコチンが 1.7mm です。これ何度もレビューしてるんだけどね、これ。うまい。うまいので何度もレビューします。再レビューね。もしかしたら味が変わってるわね。可能性ありますからね。そういう可能性あるわ。うん。それではね。これ大好きなんですよ。これ大好きなんですよね。はい。吸っていきます。ああ、このメンソール感が。ああ。ガラムシリーズの中で一番人気がこの赤色の、ね、ガラムスーリアのマイルドってやつなんですけど、個人的にはあのメンソールのこっちの方が好きですね。うん。で、このフィルターがね、甘いっていう特徴的なタバコです。うん。このね、甘さがないとね、あの、ガラムとは言えないですよね。個人的にはね。だからガラムシリーズは全部、フィルター甘いんです。うん。甘いんですよ。うん。でもそのね、甘さがね、すごいいいんだな。ああ。あとすごい、タール値が高いんで、あの、ニコチン値もね、高い。非常に高いタバコなんですけど、まあ、そのおかげで、一本で満足できるみたいな感じはあります。だから、俺としては非常にね、前から、まあ、思ってたことなんですけど、タールの1ミリのタバコをね、吸ってる人が、まあ結構いるわけじゃないですか。あの人たちはなんで吸ってんのかなって思うんですよね。うん、だからさ、1ミリのさ、タバコってさ、個人的にはですよ。存在価値ほぼないんですよね。うん。だから、1ミリのタバコを、例えば、まあ、1日1箱20本、ね、吸ってるとして、まあ、それって、やっぱタール値とか高いほど、こう、満足するじゃないですか。まあ、高ければ高い、方がいいとかじゃない、ないんですけど。だから、結局タバコ吸ってる人ってはまあ、ニコチン中毒なわけでしょ？うん。だからそのニコチンをその摂取できる、その意味で、まあ大体そのね、まあうまかったりするんですけど、まあそういうニコチンとかを、タールとかさ、そちらをそのさ、まあ、摂取する目的で吸ってる、まあわけですよ。まあ、それなら1ミリはちょっと、なあ。って感じるんですよね。うん。だから健康に気を使ってんのかっていう話だ。健康に気を使って1ミリを吸っているのか、はたまた、いや1ミリじゃないとやっぱダメなんだよ。っていう人もね、
まあ、いるとは思うんです。まあ、ただ、俺がその1ミリ吸ってる人の、理解ができないだけ。まあ、そういうわけなんですよ。まあ、多分、普通のタバコだと非常にきつすぎて、咳が出るとか。ね。そういったので、まあ、ちょうどいいなって言って吸ってるんだと思うんですけど。俺だってもう1ミリのタバコなんて何も感じないもんね。空気吸ってるのと一緒ですよ、ほぼ。だってこれ33ミリですからね。タール33ミリです。うん。まあ、せめて、5ミリぐらいかな。5ミリぐらいとかだったらわかるんですけどね。1ミリだとほぼほぼ空気を吸っているようにしか感じない。だから1ミリを吸ってる人っていうのはやっぱり、何なんですかね。うん。まあ、うん、どういうあれで吸ってるのか、まあ、うまいから吸ってるのか、いや5ミリでもちょっときついんだわってって吸ってるのか、うん、そこはちょっとわかんないんですけど、うん、まあタバコって多い人だとほら1日二箱とか吸っちゃう人間もいるわけじゃん。タール値を高くすることによってね、だから本数は減らせるんですよ。おそらく。俺の考えだ。うん。最近、半年前か一年前ぐらいか。商店の、誰だっけ？歌丸さんだっけ？あの人が、ね、お亡くなりになりましたけど。あれ、亡くなったんだよな、あれな。あの人は確か、ショートピースを、まあ、缶ピースね。缶ピースを一日一缶吸ってたっつったからな。すげえなと思ったよ。うん。だって、いわゆる、50本、1日50本捨てたっつってたからね。ショートピースをね。ショートピースを50本捨てたっつったからな。あれ、ね、50本で値段が1100円ぐらいか。で、なんか医者にね、通ってたって言ってましたけど。まあなあ。まあ、でもショートピースはうまいんだけどさ、確かに。うまいの間違いないけどな。うん。まあ、体に悪いっつって、ね、医者から止められたりとかさ。うん。してるとは思う。うん。なんかそういう人はいっぱいいるとは思う。うちの、じいちゃんが、タバコが確か何十年、60年ぐらい吸ってて、60年ぐらいタバコを吸ってたって言ってた。50年だったかな。
で、確か吸ってた銘柄が、セブンスターのオリジナルだったかな。あれを1日1箱ぐらいずつ、50年ぐらい吸ってたっつってたけど。まあ、なんだかんだ言って89歳ぐらいで、88歳だったかな。まで行きましたからね。まあもう死んじゃったんですけど。まあよく聞くのは、タバコ一本で、人生の何秒ぐらい寿命が縮むとかね。そういう話は、聞くんですけれど。普通に、まあ、50年間吸って、その後になんか医者にね、あなたこのまま吸ったら死にますよって言われて、やめたらしいんですけど。世界のどこだったかには、ドクターペッパーを毎日な、どんぐらい飲んでる？ 1 リッターぐらい毎日ずっと飲んでるんだっけ？で、100歳ぐらいだったっけ？っていう人もいますからね。まあだから、タバコ50年間ぐらい吸って、一体いくらそのさ、寿命が縮んだんだよって話だよね。だから、タバコ吸ってなかったじゃあ、じいちゃんはね、120歳ぐらいまで生きたのかって話なんですよ。で、諸説あるんですけど、タバコの煙っていうのは、肺がんには全く関係ないとかね。肺がんになる可能性が何パーセント高くなるとか書いてあるけど、あれはそんなの嘘って言ってるね、医者もいますからね。まあ、その類で、ブルーベリーってあれ目にいいってよく言われるじゃないですか。あれが嘘らしいですね。なんか科学が発展して、ブルーベリーは効果がないことが判明しましたみたいな。とかネットで見るんだけど、あれは一体何なのかっていだから結局さ、科学進歩しないとさ、いや、わかんない。だから、どっちがいいのかっていうのは、ブルーベリーがさ、じゃあ最初さ、ね、科学がまだ進歩してなかった時にね、目にいいって言われて、で、医者がそう言ってるわけですよ。で、10年後ぐらいになったら、お前、いや、それは関係ないとかさ。って言われて、で、また多分10年後、いや、やっぱり関係あるっていう、目にいいっていうのが多分また出てきて、で、またその10年後に、いや、効果はないって。その多分繰り返しなんですよね。そうだと思いますね、おそらく。俺の中では。だからおそらくタバコも、吸っても別に寿命は減らないって。肺がんになる確率が1.7倍になったとか。ね、ここに書いてありますけどね。これ多分嘘です。だからこういうのも、ね、科学が進歩したから、また多分10年後ぐらいになって、タバコはいや、関係ありませんとかね、その肺がんになる確率が増えるとか言ってましたけど、あれはね、全くのデタラメですとかさ、言い始めんだよ。だから結局さ、
人間のさ、思い込みね、プラシーボ効果ね。プラシーボ効果っていうのはやっぱでかいと思うんですよ。おそらく。うん。おそらくでかいと思うんだよね。結局。だからドクターペッパーが、もう大好きでね、毎日毎日飲んでて、ね、なんだ、糖尿病とかさ、ね、歌われてるさ、この世の中で、毎日飲んでんのに、100歳以上まで生きるっていう人は多分あれですね。おそらく、プラシーボ効果があれなのかな？働いて、いや、これは、ドクターペッパーは薬だ、みたいな。いや、薬でもないんだけど、薬っていうかその、ねえ、薬って毒ですからね、やっぱね。だから薬っていうよりはもう、なんだ、まあ、健康にいい飲み物だって思い込んでね、ひたすら飲み続ければ、多分それが実現するんですよ。で、だから、科学なんて全くね、当てにならないってことです。クソみてえな、ね、科学者がね、わけわからんこと言うて、ねえ、スタップ細胞はありますみたいな感じで。だからまあ、タバコもね。うん。あれもだ。ワインも、一日適量飲めば、ね、なんか健康にいいとかって言ってましたけど、昔ね。昔っていうかもう今も言ってんのかな。でもあれは嘘だっていう人もいます。やっぱ酒自体がもう完全にダメですって。適量はありませんって。ね。言ってる科学者もいますから。まあ何が正解なんかっていうの、なんて、わかりっこないですよ。うん。一生多分。一生わかる、あれはない、来ない。うん。ということで、長々と、お話ししましたけどね。こちら、5つ星。では、ご視聴ありがとうございました。